浜松市の区割り再編について検討する市議会の特別委員会で、市側は今日、天竜区とそれ以外の区域の2つに分ける案を提案しました。市議からは唐突だと反発する声が続出しました。事業席再編の議論を進めるためには、住民投票で提案した3区間に代わる案が必要だと。浜松市の区割り再編をめぐっては、今年4月の住民投票で賛成と反対が拮抗する結果となり、市議会の特別委員会は今後の議論の進め方について膠着した状態になっています。こうした中、今日市側は現在7つある区を天竜区とそれ以外の2つに分ける提案をし、議論を進める材料にしてほしいとしました。しかし議会側からは唐突だ、不信感を覚えるとの声が飛びました。じゃあ2区の根拠って何なんだっていうことにもつながるわけですよ。それこそ最適な浜松市 その目的とする浜松のビジョンを実現できるんだっていうね、そのストーリーをちゃんと説明してほしい理念。今回の提案で区を減らしたい市側と多様な意見がある議会側の思惑の違いが改めて表面化した格好です。また市側は参考として衆院選挙区の8区と3区7区をまとめた区域に分ける2区案も示しました。